こんにちは、速稼塾の久保です。アフィリエイトサイトの稼ぎ方についての動画を、何本かお出ししている昨今なんですけども、こちらについてね、ご質問を何度もいただいて、繰り返しご質問いただいている方の中に、私はね、低レベルなサイトで量産をしてるんですよってことを申し上げると、その低レベルなサイトでもいいから見てみたいというね、声もありましたので、ちょっとね、どのぐらいの低レベルのサイトなのか、探してみますんで、多分見つかると思います。ちょっとね、ご覧いただければと思います。この動画の最後の方につけておきますね。もちろん解説付きでつけますんで、ちょっとね、探して、なんとかお見せできるようにしたいと思います。その他ですけども、このある方がね、ブログは10年ほど前から、いい静岡で書いてますって書いてます。これで一つです。ブログに何記事書こうとも、それで一つっていうふうにカウントしてください。ですから私はブログ1個作ったら、1ページしか書きません。10ページ書くよりも1ページをたくさん作って10サイト作るっていうような方法ですよね。実際は一つのサイトに、記事をいっぱい書いた方が多分ね SEO 効果的にはいいんじゃないかなと思いますけど、私はその方法を取らなかったんですよね。今だったら一つのブログに、コンテンツって言いますかね、10ページくらい20ページくらいは作っていると思いますけども、過去の私の2013年から始めたサイトの量産ではそれはやんなかったかなってことですよね。で、現在私はアフィリエイトはやってませんけども、ゼロではないんですよ。例えば YouTube のアドセンス報酬っていうのは入ってきてますし、私が意識してないんですけども、ずっとねアフィリエイト報酬を稼ぎ続けてくれるサイトっていうのもどっかにあるんですよ。ただ URL がわからないのと、そのサイトのバナーを貼り替えることができないんで、そのバナーの期限が切れたら終わりってことです。バナーの期限はね、無期限っていうのもあるし、3年っていうのもあったり5年っていうのもあったり、様々なんですよ。で、1ヶ月ってのが基本なんで、だから1ヶ月ごとにバナーを貼り替えないと、そのバナーをね、せっかくクリックしていただいても私に紐付けされてないって現象も起きますんでね、その辺利用規約を読みながらってことになってきます。はい、過去の動画を見ながら FX を学んでおりますということですね。本当にありがとうございます。そのね、私の動画を見てくださってるという心意気に応えて、今回は私の低レベルのサイトをご覧いただきます。それではどうぞ。はい、ご覧いただいてるでしょうか。私のですね、見るも見ざん無残な恥ずかしい低レベルなサイトでございます。トップページに広島観光事業株式会社って出てますよね。それで下の方に4つの部門があるよって出てます。で、さらにその下にですね、仮想通貨とかね、粗悪な仮想通貨とかって書いてあったり、その下に、218万かアクセスありがとうございますとか書いてますよね。はい、事業内容がこうですよってことと、フリーで取得した写真があって、その下にソフトバンク大学の資料請求、無料資料請求のバナーがあります。このバナーは確か資料請求していただくと私の会社に2000円入金されるような仕組みになってきて、結構これがね軸になって、報酬を叩き出してくれましたね。はい、これです。低レベルでしょ。記事らしい記事書いてませんよね。これだけですからね。これだけですよ。で、右上の方をご覧いただくと、現在弊社は社員募集も営業も行っておりません。なりすまし業者にご用心くださいというね。何なんでしょうね。そんなことが書いてあるということでございます。はい。他何もありません。ね。これでよろしいでしょうか。本当、こういうふうなサイトを似たり寄ったりですよ。1万サイト作ってるわけなんですよ。作り方っていうのは、トップにね、タイトルがあって、下にちょろちょろと記事が書いてあって、この218万アクセスっていうのはね、ただこれ数字書いてるだけですから、何回ここに来ても、このアクセス数っていうのは変わりません。ダミーですね、だからね。で、このサイト使われてないんですけども、ソフトバンクが大学を作ったなんて書いてますよね。このバナーもだからちょっと切れてると思います。サイバー大学の募集もしてないと思うんでね、ソフトバンク。かなりドルバグだったですよね、この広告は。で、これはね、何のために作ってるかっていうと、広島観光事業株式会社って、本当にですね、営業活動もしてないですし、店舗ももうなくなりましたし、取引先様もいないんですよ。社員も私一人です。だから、営業としては機能してないんですよ。単なる決済会社ですよね。入金があるものを処理して、税金のために、抱えてるという、その単なる決済会社ですから、事業実態は、本当に表立ってこれをやってますよっていうふうなのね、なかなか、あったりなかったりなんですよ。以前はね、店舗をたくさん持ってたり、不動産やってたり、セミナーをガンガンやったりとかね、広告宣伝をやってたんですけども、今は取引先様とともにそういうことをやることはないです。
まあすいません、何も喋ることがないですね、本当にね。これですよ。よろしいでしょうか。このサイトを1個じゃ効果がないですけども、これをね、1万サイト、1万4000サイト以上作っていたということです。そうすると、1日にやっぱりね、アクセスって、1とかね、多い時で10とかあるんですよ、このサイトでも。広島観光っていうのとかね、広島の観光とか事業とかっていうので SEO が効いてるんだと思いますし、ここには仮想通貨っていうことも書いてますんで、それでも来るのかなとかね、思いますけどね。まあ実際にアクセスを呼び込む方法としては、私の方法があるんですけども、ちょっと長くなりますんで、その辺は割愛してですね、基本的にはテクニック何もないです。本当にこれをやるだけです。だからいろいろ考えてサイトを作ってらっしゃる方とかには申し訳ないですけども、多分何も考えてない私の量産サイトの方が実績は上だと思います。ただ私はサイトのことも SEO のことも上位検索のことも全く知りません。全くです。全く1ミリも学んだことがありません。はい、以上でございます。すいません、もう本当にこれ以外言うことがないんでね、参考にならないと思いますけども、参考にしていただければ幸いです。